前橋渋川バイパス、北群馬郡吉岡町周辺前橋渋川バイパスは、国道17号の群馬県前橋市から渋川市に至る延長 5.7km のバイパスである。案内標識上では、毎渋 BP と略されている。一般国道17号の前橋市から渋川市に至る、この区間は、両都市を直接結ぶ唯一の幹線道路である。 しかしながら2車線で歩道も所々整備されているに過ぎない。道路容量が需要に追いついておらず、利根川を渡過する坂道橋を挟んで慢性的かつ激しい渋滞を引き起こしている。前橋渋川バイパスは渋滞解消及び群馬県内の道路ネットワーク強化を目的として計画された。また、地域高規格道路である熊谷渋川連絡道路の一部区間でもあり、 前橋市側では、上部道路と接続する。この区間のみ、上部道路と切り離すことにより、上部道路の高区別の建設順序に関係なく1996年度に、新規事業化された。バイパスは、前橋市、田口町付近の上部道路接続地点から西に、道路を建設。利根川に新橋を加強し、吉岡町に入る。ここで右へカーブを敷きたい進み。 原道のハンダ交差点の西側を通過、関越自動車道、渋川江河保インターチェンジ手前で原道に接続する。2005年にまず、終点より 1.2km 区間は、原道拡幅部のためすでに開通した。それ以外の区間については、用地買収の済んだ箇所から文化財調査を経て、随時着工され、2010年3月20日に、暫定に車線での開通となった。 2017年3月上部道路の開通により、結ばれたのを機に、翌4月1日付で、旧道区間が群馬県管理に移管され、国道291号単独区間となったため、現在は、こちらが国道17号原道となっている。上部道路前橋渋川バイパス、渋川バイパス国道17号前橋、渋川バイパスに並行する原道区間を移管から国管理から、 喧管理へ